定年後に母親の介護に直面いたしました。まあそのことについてちょっとお話をしていきます。まあ母親の介護をしている方、頑張りましょう。介護に必要なのは肉体と精神、あとは契約だと私は思っております。まあそれを中心にお話をさせていただきます。私は定年後、再雇用中に母親が救急車で入院いたしました。それから介護が始まりました。入院中の介護は毎日のお見舞い、洗濯物、これが私の最初に始めた介護ではないかと思っております。退院後は身の回りの世話、ある程度で自分でできるようになるとデイケアに行ってもらいました。でその状態で再雇用が終了いたしました。そうすると私自身時間がたくさん持てるようになりまして、母親の介護だいぶできるようになりました。まあデイケアに送ってる間にですね、母親の部屋の掃除結構疲れますね。あとは手続きが大変でした。ケアマネージャーさんとの打ち合わせ、それによって介護計画、さらにその介護計画にのっとった業者さんとの契約、これをきちんと結んでいかないと、まあ介護保険が使えなくなってしまいますんでね、結構時間が取られます。ですから介護に必要なのは体力、精神力、あとは契約力というのかな。